こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。本日1月16日になっております。キロロの、ね、長峰に来ています。オフピステコースのバーコードがオープンしたということで、カメラマンの拓蔵くんを、ね、そこに、ね、ちょっと、ね、ガイドしていきたいなと思います。拓蔵くんの目線カメラ的な、ね、雰囲気で、ね、皆さんもです、ね、一緒に裏滑るような、ね、気持ちになってもらいたいなと思います。さあ行ってみましょう。こっちです。ついてきてください。まず長峰降りたら右側のコースを降りてください。そしてちょっとね、そのバーコードに入る入り口のね、ゲートのところまで流していきましょう。はーい、気持ちよく滑れます。わ、この木超かっこよくないですか。最高です。おー、いやー気持ちいい。まあ、こうした、ね、ゲートがところどころにあって、そこからね、オフィステコース入れるようになってます。はい、もうちょっと流していきましょう。はい、ここで、ね、コース内を少し飛ばしてきます。よー、オフピステコースはよいしょ、圧雪のかかってないコースになるので、それで そこそこね、自信のある方だけ入ってください。で、この右側のこの一時停止の、フラッグがね、目印です。よいしょ。はい、ここに来ました。まあ、こういう感じで、ゲートがあります。はい、お、タクゾ君頑張れ頑張れ頑張れ登れ登れ登れ、よしよしよし、いいよいいよ。はい、頑張りました。はい、まあ、こういった感じで、まあ、ゲートが用意されていて、まあ、ゲートからこの裏の方にね、裏というかコースの脇の方にね、入っていけますよという風になっています。で、このゲートをくぐった先に関しては、一応あのコースはではオフピステのコースではあるんですけども、自己責任ってね、形になってますので、あの初心者、本当の初心者の方はあの入らないようにしてあげてください。なぜならこの後ね、コースの方お見せしますけど、多分あの埋まったら出てくるのにめちゃくちゃ大変なことになります。さあ行ってみましょう。バーコードです。はい、ナンバー5バーコードちょっとここに入ってみたいと思います。はい、そこ気をつけて頑張って登れ登れ。はい、行くよ。この辺はね、すごい広くて入りやすそうなね、気持ちよさそうなところに見えるじゃないですか。はい、なので、ぜひですね、皆さんもね、遊びに来てほしいなと思います。自分ね、このバーコード好きなんですよね。で、圧雪のかかってないコースになります。あ、ふかふか気持ちいい、いいっすねいいっすね。で、よいしょ、ところどころこうやってね、あのなんですかね、これ看板があります。これナンバー14って書いてるんですけど、こういった看板がところどころ設置されていて、この看板を目印に滑っていけば遭難することがないよっていう風に、ね、なってますので、ぜひですね、ちょっと周りを、ね、よく見ながらこの看板を、ね、目印に、ね、降りていってもらいたいなと思います。じゃあね、ついてきてください。はい、ここからです。綺麗です ね、あの辺にも見えますよね。よいしょ。で、あ、ここでジャンプポイントです。おいしょ、イエイ。おいしょ。で、このあとこっからが大変。こっからみんなあのここ本当コースなのって思うようなところ行きます。一応コースもいろんな方に枝分かれしてね、滑れるようになってるんですけど、まずは僕の一番大好きなところにね、お連れしたいと思います。ついてきてください。はい、ここのね、左行きます。行くともうこんな感じ。はい、うねうねです。で、そこちょっと穴開いてるんで気をつけてね。パンピングして上に上がりましょう。にゅっと。OK、はい、OK。じゃあ、こっち側のね、左で流していきます。ついてきてください。よいしょ。はい。パウダーがまたね、これ、気持ちがいいんすよ。で、パウダーを滑るだけがね、ここね、実はね、目的じゃないです、自分は。なぜならこの後にですね、自分の大好きなね、沢があるんですよね。ついてきたからね、こっちですこっちです。枝気をつけてね、顔に当たらないようにね。よいしょ。で、ここを抜けると、はい、ここ頑張って、ちょっと上がりになってるよ。 OK、はい、ここに着きました。はい、自分の大好きなね、沢コースになってます。はい、で、ちょっとここからだとね、沢どんな風になってるか見えづらいと思うので、早速一回こうパパッと滑って、そこの目の前の丘の上一回ちょっと上がってみてください。いや、いいコースなんですよ。あ、待ってる待ってる。では、はい、イエーイ。こんな感じ、沢がね、キュッと上がって、はい、ノーズ刺さった人がいます。まあ、これはこれでありよね。
オッケー、あそこでいいよ、そこで出れる格好にだけなってください。もがいてます、もがいてます。カメラ持ちながらだと大変よね。はい、まあね、じゃあどんな感じで自分が流すかね、見ててください。はい、行きます。自分こんな感じで流します。沢はね、沢はまた気持ちがいいんすよ。イエーイ。はい、あ、ついてきてる。イエーイ。ナイスです。ではまたちょっとあの黄色い看板の奥あたりまでね、拓造くん滑っていってみてください。これ枝だけ気をつけてね、はい、いい感じ、いい感じ、ナイスです。あ、いいね、いいね、いいね、いいポジションだね。はい、行きます。これ、ね、上がったり降りたりっていうね、これがね気持ちがいいんですよね。で、スプレーパーンって飛ばせるようになってます。はい、で、こっからハードよ、こっからハードよ、はい、ちょっと見て、ちょっとこっち来て、こっち来て、ほら見て見て、結構木だらけ。オッケー、こっからそんなにスピード出さないんで、ちょっと後ろからね、できる限り頑張って追っかけてきてください。行きます。よっ、よっ、ね、足をリラックスしてね、気をつけて、オッケー、よし、いけるね。はい、来てください。よっ、で、こうしてもうちょっとだけ攻めたらコースが見えてくるんですよね。はい、はい、ここまで来ると、よいしょ、ここまで来るとあのね、小屋がもう見えるようになって、コースに戻ってくださいっていう看板がね出てきます。で、ここから先ちょっとね、下まで落ちてる人いるんですけど、降りると歩かなきゃいけないんで、頑張ってここ横にね行きます。で、ちょっとねハードなんでね、はい、落ちないように気をつけて、はい、行きます。はい、木をくぐって、よいしょ、いけそうかな。え、ナイスナイス、はい、行くよ。はい、そうするとドーン、コースに出てきました。イエーイ、ナイス、いいね、いいね、いいね。まあ、こんな感じで、バーコードというコースをね、今日は紹介させていただきました。キロロの、長峰というリフトを山頂まで上がってね、右側の方に滑っていくとゲートがありますので、ね、ぜひ皆さんですね、腕に自信のある方はねトライしてもらいたいなと思います。今日はもう今お昼ぐらいかな、お昼ぐらいなんで結構いろんな人が滑って、もうね、ラインがいっぱい入ってましたけど、あれ朝一行ったらねパウダーもね楽しめますからね。そして今まだ1月の16なんでオープンしたばっかりなんですよ。なんか枝結構あったじゃないですか。あれがトップシーズンになって、2月にね、2月の、後半ぐらいになってくると雪もっと積もって、枝もねもっともっと隠れてくるので、もっと滑りやすくて楽しいコースになりますので、ね、これからのシーズン思いっきり楽しめると思いますから、ぜひ、キロロを満喫したいな、北海道を満喫したいなと思ってる人はぜひこのバーコードのバーコードや他にある、ね、オフィステイコースね、オープンしたら楽しみに来てください。はい、以上となります。長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。リフトまで行こうか。せっかくだからね。バイという前に、はい、じゃあリフトまで滑っていきましょう。はい、いや気持ちよかったな。あの沢がねすごい楽しいですよね。よっ、こっちにちょっとコブ斜面があったんで、コブ斜面行ってみましょうか、せっかくなんでね。よいしょ、ここのところにコブができてました。はい、今シーズン初コブ斜面です。いけるかな、ちょっとトライしてみたいと思います。レッツゴー。スキーのコブですね。あ、これぐらいなら余裕ですね、今シーズンもね。よいしょ、はい、はい、という形で、長峰のバーコード楽しんできました。ぜひ皆さんも遊びに来てください。